った以上に寝技がしっかりとできたっていうのと、まあ、組手の部分でも、まあ、うまいこと動かせるようになってきたので、まあ、少しずつ成長してるかなっていうのは感じました。結果としてはそういうふうに、まあ、全部勝ってるっていう形なんですけども、まあ、でも本当にやる前は毎回、まあ、恐怖じゃないですけどちょっと怖さもありますし、まあ、負けたらっていう気持ちもどこかであるので、とにかく一つ一つ当たった時に全力を出し切るってことを目標にやっています。理想としては勝て、投げて勝ったりとか、まあ、寝技で一本取ってっていうのが一番理想な形だとは思うんですけど、まあ、とにかくもうここからは勝つこと、どんな形でも勝つことっていうのを目標にやっていきたいなというふうに考えているので、そこだけはもうですね、強気で向かっていきたいなと思います。小学生以来の日本武道館での戦いなので、ちょっと楽しみました。やっぱ日本武道館でちょっと違いますね。違うと思います。いや、高校生の時も試合に出たことがなかったので、まあ、いつも観客席から見てて、出たいなという気持ちで見てたので、ここでやりたいなと。なので、やっと念願が叶う形になって嬉しいです。